みなさんこんにちは、オルタナの内藤です。うん、しめじばんです。じゃじゃん、オーシャン東京原宿店さん2回目ですね。そうですね。なんかこれちょっと恒例にしていきたいなと思って、前回、やっぱイケメンの方向に行ったから。そうだね。今回は、まあ、イケメンだけど、ちょっとモテるっていう。なるほどね。それでは、早速行ってみましょう。地下だよ、そっち。美容院でシャンプーで並ぶってあんまないよね。ないね。なんかこれ恥ずかしいね、並ぶのが。一番恥ずかしいかもしれない、今年。どうする？じゃあ髪型も全く一緒にしてもらう？やだよ。店主さん、またよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様。お願いします。で、今回のオーダーなんですけど、前回は世界一のイケメンにしてくださいということで、本当に世界一のイケメンということで、あの街歩いてるのものすごい声を見て、あ、イケメンですねと。もう本当に今回は一つワンステップ上行って、世界一モテる髪型にしていただければなと思います。恥ずかしいな。全然キャラ違うじゃないですか。動画の方がテンションが高い。全然テンション高いですよ。今日はよろしくお願いします。お願いします。入るんじゃないか。いや、ないっすよ、ないっすよ。YouTube 用のスイッチが。いや、恥ずかしいな。ということで、今からパーマの方もかけてもらいます。ちょっと渋谷パプチ見て、もうモテそうな感じの。うん、前回とまた雰囲気が変わって。確かに巻き方変わってますね。いや、わかんの本当に。絶対分かってない。この巻き方か。この巻き方は全然分かってない。ということで、カラメよりカラーをしていただきます。今回のカラーは何色っていうんですかね。何色って言いましょうね。どんな感じですか。ちょっと赤みで少し三角にします。あー、いいっすね。シブジョパワー、今回はトリートメントを行う。トリートメントですね。キューティクル見てほしいんで。ということで、私もうるつや髪に変身いたします。今までの自分、バイバイ。ということで、今も髪の毛を乾かしてもほぼ完成ですよね。ほぼ完成です、ね。はい、あとちょっと乾かして、はい、ワックスを。いや、もうすげえいいっすね。もうすでに今日ですよね、まさしく。まさしく今日、ワックスが新発売。オーシャントリコの今日使うのはエアー。エアー、うん、あ、種類があるんですか。そうなんですよ。いや、合わせてはないでしょ。ナチュラル、エアー、エッジ、クレイ、オーバータイム。完全に今逆にしちゃったんだよね。頭文字を取ると、そうなんですよ、オーシャンになるっていう。オーシャンになるっていう。で、今僕が使うのがこちらですね。エアー。あ、いい匂い。これは僕のことをイメージして作ってくれたんですか。モデルライトじゃないでしょ。じゃあワックスをつけてもらいます。完成をお楽しみください。ということで、2人の世界一モテる髪型が完成いたしました。皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。それではご覧ください、どうぞ。ということで、いかがでしょうか。はい、ものすごい遠慮がちきてね。落ち着いた、だけどおしゃれな感じ。これですよ。俺の方は今回ちょっとゆるふわというか、これモテだよね。自分で言うのもなんだけど、こう女子受けを狙った髪型です。どうでしょうか、女子の皆さん。語りかけるな。ちょっとメガネもかけようか。あ、そうだね。おー、おしゃれな感じだね。いい感じ。いい感じ、いい感じ、はい。ということで、今回もめちゃめちゃかっこよくしていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ボルさん、いかがでしょうか。前回のカラーの時と違って、やっぱり、はい、動きもパーマで出てるし、はい、と出たオーシャントリコのワックスで、はい、髪型もバッチリ決まって、はい、また新たなお皿の一面が見えたんじゃないかなと思います。はい、うまいですね、宣伝もうまく盛り込んで。ネタを、じゃあ入れますか。はい。こいつ。今のは、やばいっすね、完全にテロップで出してました。